よし、やっていきましょう。マダムっていう、Steam で配信されているホラーゲームをやっていきたいと思います。で、以前ね、このゲーム、ナマージアジトさんと初コラボをさせていただいたんですけど、今回はなんと、島津の鉄砲兵さんともコラボレーションすることになりました。ということで、まあ、自分も含めて3人でこのマダム遊んでいきたいと思います。はい、というわけで、前回に引き続き、ナマージアジトさんと島津の鉄砲兵さんにお越しいただいております。ということで、まずはナマージさんからどうぞ。あ、はい、どうぞよろしくお願いします。ナマージアジトです。前回もこちら、マダムを、サンキューさんとやらせていただいたんですけど、今回は3人ということで、また新たなステージに挑んでみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そして、今回初めてコラボする、島津の鉄砲兵さん、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。今回、そうですね。ナマージさんとは、何回か、遊んだ感じなんですけど、サンキューさんとは今回初めてのコラボとなります。島津の鉄砲兵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は、それぞれね、別なステージを多分動画上がってるか上がってないかわかんないんですけど、今回、ね、ということでこの3人でやっていきたいと思います。難易度はアベレージ、まあ、ノーマルということで、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあスタートよろしくお願いします。バンカーっていうと、地下でしょうか？あ、そういうことか。そうですね。地下の工場じゃないですかね。工場みたいな感じですかね。で、こちらの敵さんは、サンキューさん。誰になるんでしょうか？誰になるの？わかんない。巨漢の男みたいな。で、巨漢の男。うん、で、毎度のこのぬいぐるみを着た人が、島津の私です。はい。島津さん。島津さん。そして、この聖職者みたいな感じ。はい。よろしくお願いします。除霊といえば私です。除霊なのか、今回幽霊なのか。今回は、あ、いる。もういるんだけど。もういる。え、これあれじゃないの？ちゃんと空気読んでますよ。自己紹介待ってます。来ちゃったな。これちょっとメイドキットだけ持っていくわ。ということで、まあ、ルールはもう前回見ていただいて、幽霊いる。この幽霊なんかね、消えたりするんだよ。え、敵？うん、敵です。へぇー。あ、近づいてる。え、わからんどこいるか。え、なんだろうね。今、ブッチャーの、ブッチャーはどっか行ったね。ブッチャーね。左にいます、左に。左にいます。で、左のドアの方に、また学校来てるね。学校じゃねえ、骸骨。ブッチャー来てる。よっしゃー。ナイスです。はい、ちょっと逃げましょう。逃げましょう。はい、ちょっと鍵引いてください。はい、行きます。はい。うわー、スタミナの減りが早い。あ、ありました。マークありました。やばい、俺んとこ来てるな。僕も4が見つかりました。マジっすか。ただ俺ちょっと逃げます。はい。あ、俺んとこ来てるわ。これも多分俺死ぬ。あ、やばい、あ、やばい、やばい。サンキューさんががっつり追われてしまっている。なんか言ってるし。え、あ、やばい、もう逃げる。おあ、もうこれも死んだ。これは死んだわ。これは結構鍵あります。あ、鍵っていうか、死にました。俺速攻死んだんですけど。むずいな。起こしに行きたい。で、もう一個僕は鍵を持ってます。早い。はい、みんな早いな。で、多分ね、あ、戻ってきてる、ブッチャー。うん、ブッチャー、今ね、俺アジさんの近くにいる。あ、了解。じゃあ、はい、ちょっと、すぐ直すことはできる。はい、ここです。あれ？え？待って、幽霊にやられました。やられた！嘘でしょ？幽霊。いきますね。あ、ありがとうございます。幽霊が今忍び寄ってて、動き止まってたからやられました。あ、やべえ。ここむずいか。あ、いる。むずいな。あ、そしてブッチャーが来てる。
ちょっとバラバラに行く、うん、バラバラ行く行きましょう。いや、これバラバラがいい気がする。バラバラがいい。そうですね。あの、スポーンした点に、あ、やばい、ぶっちゃけた。アイテム、とりあえずまとめておきます。了解です。了解です。なんか言ってる、動いてる。なんか喋ってるね。だろう。うん。俺も見つかったらさ、あれなんですよ、あのフラッシュがない。あ、了解です。そうか、じゃあバッテリーの情報も伝えとった方がいいですね。いやったな。ちょっと鍵のかかってる部屋危なかった見つけたんで、ちょっと開放していきます。はい。あ、でもう一個食台みたいなマークを見つけました。食台、食台と4ですね。食台と4だから、ハイドラ、ハイドラ可能性ありますね。あ、なんかもしかしてだけど、あの、はい、なんかね、俺にターゲットしてたんだけど、うん、なんか見失うすぐ。あ、そうなんだ。うまい具合に障害物使えば。そう、障害物か、あと懐中電灯関係、あ、やべ、あの一緒になっちゃったね。そうですね。やべ、幽霊来てる、幽霊来てる。フラッシュライトを消すと大丈夫なのかな。いや、わかんない。フラッシュライトか壁、壁で完全に隠れればいけた。俺もダメかなと思ったらいけたから、多分それもあるかもしんない。そうですね。あ、で、蜂を見つけました。早っ。ということはてことは、ドラコ、ドラコか、ドラコ。4、オッケーオッケーオッケー。で、あと魔法陣ですね。魔法陣がスタート地点のすぐ左ぐらいにありましたね。左スタート地点から見て、あ、なんだなんだなんだ。あと俺、エッグ持っていく。ドラコですよね。はい。幽霊。あとドラコ持っていこう。もう今。ドラコじゃ、ドラコ持っていくんじゃねえ。エッグ、エッグ。ただ魔法陣がないんだよな。今エッグ持っちゃってるな。嘘、嘘。幽霊厄介ですね、これ。あ、じゃあ俺別のやつ持っていこうかな。あ、でも今、ゴールドを見つけたんで。あ、オッケーです。はい。スカルとクリスタルあるね。ちょっと自分魔法陣どこにあるか。やっぱり魔法陣がスタート地点なんだけど、あ、島津さん、そこを引き返していただいて、はいはい。みんなどこにいるの？あ、みんな合流した。あ、でもね、結構近くにいるから気をつけてね。そう、いるんですよね。あのね、向こう、あっち、あっちらへんにいるから気をつけて。ここに魔法陣がありました。あ、わかりました。あ、で、幽霊後ろにいる。島津さんの後ろに。やばい。あ、俺に来てるわ。あ、やべ、あそこにいる。ゴールドを。あ、ぶっちゃ徘徊してますね。ちょっと待って、やめてよ。ちょっと、ブックも置いてあるから、僕だけ置いちゃう。俺も置いた。あと、スカルとクリスタル。あれ、さっき近くにあったよ。はい、ここ置いてます、置いてます。スカルある。あ、ごめんなさい。ナイス。幽霊にやられた。え、ここ。あの、あ、幽霊にやられた。オッケーオッケー。どっかね、あれ、これもこれできちゃうよ。これもできちゃうよ。いいの？いきますよ。やっちゃおう、やっちゃおう、やっちゃおう。もうやっちゃおう。やっちゃおう。みんなでやっちゃおう。いきますよ。いきますよ、いきましょう。せーの。早い！早っ！早っ！幽霊もやれんのかな？あ、でも、あ、どうなんだ？やれる、やれる。多分やれるはず。ただ、ブッチャーどこにいる？ブッチャーがどこいるかちょっと。多分ね、あっちにいると思う。ビビって逃げたか？ブッチャどこ？あ、いたいたいた、いたよ、ブッチャ。ただ、あ、ひるまないかもしんない。ひるまない。うわ、死んだ。ひるまない。あ、でも倒した。オッケーオッケー。ブッチャ倒した。あれ、ちょっと待って、早いですね、これ。早い早い。すげえ。すごくない？サンキューさん落ちた。あ、俺落つ、俺落つってどういうこと？あれ？へぇ、スムーズ。いけたね。やっぱみんな慣れてきたんですよ。素晴らしい。じゃあほら、もうね、あの、安心してますね。胸に。すごい。ほっとしたみたいな。いや、面白かった。このままもう一ステージあるんで、行っちゃいますか？あ、じゃあ行きましょう。スムーズすぎ。いや、まさかですよ。ねえ。いや、うまくなったんだな。みんな上手くなったんですよ。こう、あの、ちゃんといい感じにこう散らばるようになった。すごいでしょ、ここなんか、あの、これなんだろうね、お屋敷？そうですね、洋館メーター。で、一応これ持ってっか。こう、
ここには何がいるんでしょうかね。あ、ウサギです。ウサギです。あ、ウサちゃん。ここウサちゃんのステージ。で、ウサちゃんのステージなんですけど、はい、敵が2種類います。まあ、さっきみたいな感じです。はい。メインの敵とっていうね。そうそういうことです。あ、じゃあ鍵持っていきます。あ、早っ。今なんかいた気がすんだよね。いた？大丈夫？本当？一応バラバラに、でもバラバラしてもわかんないんだよな。バラバラに行きます？ここは左右にまず分かれる感じですね。うん、ちょっと逆行きます。右方面行ってみようかな。あれ？ 1 階ってあります？ん？ 1 階。ああ、来ちゃった来ちゃった、なんか来ちゃった。おお、なんか来た。はっ。ヒールの音を立てながら、またかわいい。ちょっと待って、チェンソーマンガ。チェンソーマンガ自分の方来てます。あ、ほんとだ。行ってる行ってる。ほんとだ、みんな。いや、こっち鍵がないとダメだった。あー、そうなんすね。じゃあ僕がそっちに行ければよ。いや、ありました、ありました、鍵あった。ありますか？いや、俺が今のうちに。チェーンソーのウサちゃんは、戻ってきた。あ、やばい、戻ってきちゃったな。いるか。あ、一つ目のね、シンボル見つけた。あ、来てる来てる来てる。はい、ほんとね、8です。8、8です。バニーガールちゃんはこっちに今誘導してる。 OK です。8か。あ、バニーガールがずーっと僕ついてくるんだけど。来いよ。来いよ。来いよ。強いっすね。そうくん。お、やばい、挟まれた。え、嘘。お、また、こいつら消えますね。消えますね。あ、もう一つ見つけた。食材。ワープするな。挟まれた。うわー、いきなり出た。チェーンソー。嘘。うん、え、ワープしてくる？ワープしてくる。ワープしますね。マジか。ちょっと病院ステージっぽいな。あ、やばい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 。フラッシュ。今、バニーちゃん、バニーちゃんの。なんかみんなそっち楽しそうだ。こっちはあんまり。一応来てるけども。オッケー。あー、マーク見つけたんだけど、ちょっと待って。バニーちゃんがこうセクシーな。うん。なんかね、すごい。なんかバニーちゃん歌ってるね。本当に、あ、うん、なんかちょっとねえ、なんか声を上げますね。じゃあやばいの、これすぐフラッシュなくなる。バニーちゃんたち普通の歩きでも追いつかれないです。あ、本当です。あのねバニーちゃんね、なんだっけ、チェーンソー持ってないバニーちゃんは懐中電灯を消せばどっか行くわ。はいはい、あ、本当ですか。うん、本当です。おお、やばいやばいやばいな、やばいな、やばいな、やばいな。待って、黒バニーちゃん複数います。黒バニーちゃんは、チェーンソー持ってないやつは、懐中電灯消せばどっか行く。はい。で、一応魔法陣見つけたけど、どう言えばいいんだろうな。俺がさっき、左の方向で鍵を使った先にあるところっつったら、こういう時になぁ、こうなんて言うんだろう。いやぁ、ここは難しいですね。やばい、3匹に。島津さん独占。大丈夫、大丈夫、大丈夫。すごい。あれ、動き止まった。なんかそっち楽しそうだ。今ね、3体いるんですけど、動きが完全に止まってます。マジですか？止まってる？うん。あら、どうしたの？あ、黒バニーちゃんたちは完全に停止した。停止するの？いや、もうピタって止まってる。なんか、食材のマークと8 OK です。ただもう一つなんだろう。おお、やばい。エントリープラグ。そう、エントリープラグが、抜けて、ん？もう、優先だったんですね。俺はとりあえず、まだわかんないんで、アイテムだけ今、魔法陣のところに集めてます。あ、ナイスです。あ、そこ。ここです、ここ。ここ。ここが、あれだな、了解です。そっち、はい、お願いします。こっちはもう今、タゲ取ってる感じ。すげえ、なんか前回の、アジさんコラボの時の俺みたいな感じになってる。本当に。ちょっと後で、後でっていうか、スクショとか送りますよ。完全に停止してる。それって懐中電灯を向けてないってこと？いや、そんなの関係なしでって感じですかね。なんだろう。見てますけど、チェンソーくんは、動いてますけど、クロマニーは完全に停止。うん、活動停止。マーク見つけました。1K。1K って、あれか、8と食材と 1K なんで、コルバスだと思います。じゃあ俺ちょっと。これ、黒バニーちゃん、これバグ、うん、バグな気がする。いや、バグじゃないと思うんですよ。なんかね、止まる、
止まるみたいなのなんかね情報で聞いたことあるような気がする。あ、そうなんですか、うん、見とけばいいみたいな。え、本当ですか。見なくても、それも動いてないですよ。ちなみに嘘、見なくても、見なくてもライトを消そうが消さないが、なんかお互い疲れちゃったのかな。完全停止、あの送りますよ後で。あ、はい、ほらもう今あの目の前にいますけど動く気配すらないですよ。ゼロ距離。ちょっと待って、でなんかあのチェーンソーバニーが止まってるんですけど。あ、止まった。どこ止まった。嘘嘘、どこ。ああ帰ってったわ。どっか行った。何かする。やべえ、いや入れる入れ入れよ。あ、いる。危ない危ない。ごめんなさい、ちょっと仕事してないですね。あのしますずっと眺めてた。あ、ちょっとメディキットって、いや黒羽人は本当活動が見たいな。ちょっと島さんのとこ行こう。行っていいですか。行きたい。多分そこ登って行って、あ、やべやべ、そこにいるのか、チェーンソーバニーが。そうなんです。だからちょっと島さんの、島さんどこにいるの。スタート地点にいます。僕らが行った途端に動き出すとかないよね。いやどうだろう。あ、逆に行かない方がいいね。いやでもさ、ちょっと、見たいし、見たいし、うん、動かないのは面白くないし、で、どこでしたっけ。歌声が聞こえる。スタート地点、階段があるよってこと。スタート地点がわからん。あ、いた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 。この下、この下。この下。あ、ほんとだ。止まってる。止まってる。動かないの。あ、いや、動いたよ。動いた。やばい、俺たちが、俺たちが来たからじゃない、これ。そういうことね、トリガーがあるっぽい。やっちまった、やっちまった。鳥で、あー、動き出した。え、3匹いる。やばいやばいやばい。これ、あれだ、なんか一定の条件、一人でなんか、うろついてると止まる感じになってるっぽい。やっぱね、でもね、あの、懐中電灯消すとね、どっか行くよ。行きます？それは助かる。うん、あ、やばい、挟まれた。危ない。そうなると、うん、今どっか行ったよ。行った。あ、でまた止まった。お、止まった。一体止まったね。いや、でも怖えなぁ、今二人いるよ。二体止まってる、二体止まってます。これは、あ、階段の下、階段の下に。バグっていうか、なんか、トリガーっぽいね。何かのトリガーで、バグが、誘発される。そう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 。わー、下、魔法陣の方に、チェーンソーがいるんですね、今。いや、やだ。もうちょっと作業しますわ。敵、わかりました？あ、はい。あ、やばい、動いた。動き出した。黒いの動き出したんで注意。はい。コーバス。オッケーです。コンバスで。あと何必要です？あとね。ああやばい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 。多分ね。あ、いけた。あとは。フックとクリスタル。はい、あ、いるね。僕そんで今ゴールドを持ってるんですよね。あ、じゃあクリスタル探します。あ、じゃあ、はい、いや違う、ああいうのか、うん、俺なんか別のやつ見てたわ。逆見てた。お、あ、今魔法陣、あ、クリスタルはね乗ってる。あ、乗ってる。はい。で、コーバスでゴールド、あとスカルですね。スカルか。すげー歌ってる。スカル見かけた人います？すげー歌ってる。今ねちょっと探してます。あ、いる。おお、目の前に来る。びっくりしたー。チェンソー君、消えた。あのね、チェンソーね、俺の目の前に来ました。目の前？うん。あ、なるほど。ワープしました。ランダムで飛ぶっぽいな。あ、スカルあった。お、違う。なーい。ごめんなさい、違いました。違いました。歌ってる。スカルねえかな。うさぎ歌ってるし、なんかね、あ、チェンソー動かないでくれ。俺今、チェンソーの後を追ってるよ。なんか、ここのステージ面白いな。面白いっすね。ね、敵の巨像が。うん、なんかね、よくわかんない。逆に惑わされる。あと、過去最多？ああ、そうですね。でもなんか、動きを止めれば、プラスライトで、見失ってくれるっていうのは、非常にありがたいですね。あ、でもね、うん、やっぱ、チェーンソーはフラッシュライト関係ないのか、黒いやつだけか。あ、うん、そうか。あ、でもさ、はい、さんに鉢合わせた時にビクってなっちゃう。敵だとか思っちゃう。あー、やばい。いや、違う、あの、同じ動物ではありますけど。そう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 。
でもさ、これあれだね、足は遅いね。そう、遅いんですよ。だからある程度スタミナ回復させて走って距離を稼ぐっていうので、疲れがね、ない。あ、でもずっと来てる。俺今追われてるわ、ずっと。あれどこだ。あ、やべやべ、魔法陣のとこ行きちゃった。やべ、しかも黒いの動き出しちゃった。あ、ありました、スカル。あ、ナイスです。クリスタルスカルですか。クリスカル。あれ消えた。クリスカル、チェーンソー消えたわ。チェーンソーがね、今僕の目の前ぐらいにいてるんすよね。マジっすか。あ、取ったからじゃないですかね。あーな、そういうのある。おー、びっくりした。こっちにゆっくりと止まってるけど、2体止まってますね。アジさんどこにいるんだろう。僕、これどこって言いにくいっすね。ね、なんかそう、難しいんだよね。うん、特徴はめっちゃあるんだけど、ここですとか。そうそう。2階っつってもさ、なんかいろんな階段があるから、なんか繋がってないし。今、魔法陣の近くに、チェンソーくん来てます。うわ、やだ。で、2体バニーちゃんが止まってます。いけた。まあでもあとね、フラッシュ俺2回いける。自分もあと2回いける。なんか結構節約できますよね、ここは。そうですね。はい、来た。ナイスナイス。持ってきました。ただチェーンソーはどこだ。あ、来い。じゃあ、置きますよ。はい。いいですよ。今来てない。合ってれば。大丈夫。いや、よーし、来たー。あれ?あ、そうか。置かないけど。そう。これ倒せんのかな?黒バニー。いいっすよ。どうぞ。え、何?大丈夫。無敵。バニーじゃ飛んでる。あれ?これ。あ、来たよ。やばい。戦争組んだ今回かな。I wish my friend would be here. タコ殴り。あー。本体だな。うえ。いいねー。なんで来たね。本当に。やった。あれだね。下水がきつかったね。そこが一番だと思うな。おー、下水、あー、なんか泣いてきたわ。ね、これなんか前ステージ、まあ、制覇してしまった感じですね。ね、面白かった。あれですよね、生放送でもやっ。あ、そう、それを含めっていうことですね。いや、でもなんか、すごく立ち回りができてしまいましたね。うん、いいね。びっくりです。動き止めてくれたのが良かったですね、うん、バニーちゃんたちが。うん、お互いなんかそのなんだろう、こういう風にすれば止まるよみたいな情報共有的なのがね、卒にできたというか感じがあって。そうですね、うん、いや、一体だけなら全然楽ですね。やるから本当にだったけど、今回は止まってもうほとんど動かなかったから、ずーっとその止まってる3体とか見たいっすね。ぜひとも後でちょっと島津さんの主張を、ちょっと見たい。送りますね。あれは何だったんだろう。バグかな。わかんないから。はい、ということで今回はお三方お二方にコラボをやっていただいたんですけども、本当に面白かった。本当になんかわちゃわちゃしながらやった感じだったんですけど、まあ、なんとかね、無事、皆さんクリアできたということで、これからね、生地アジトさんと、まあ、島津の鉄砲兵さんのそれぞれのチャンネルで、多分ね、多分別なステージの動画の、あれがアップされるのかな?そうですね、予定では。はい。ということで皆さん、各自、お二人のね、チャンネルの動画を見ながら、ちょっと皆さん楽しんでみてください。ということで、お二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では。